こんにちは、トビです。ご視聴ありがとうございます。今回は、バッセン Vlog ということで、今回ね、いつもとバッティングセンターが違うんですけど、大阪にあるシャロームっていうところのバッティングセンターに来ています。で、シャロームはね、尼崎と伊丹店があるんですけど、尼崎店だと硬式も打てるんですよね。で、こちらのね、尼崎店ですと、ボールがよくある準硬式とかじゃないんですよ。僕いつも行ってる柏にあるバッティングセンターだと、ちゃんとしたボールっていうよりはなんか準硬式みたいな感じで、硬いゴムボールみたいな感じなんですよね。なんですけどね、こちらのシャロームさんだと、もうちゃんとした水野の練習球を使ってるので、音もいいんですよ。木で打った時のボールの音が、ちゃんとしたなんかボールを打った音がするっていうかね、本当に気持ちいいバッティングセンターなんですよね。僕の前のチームが大阪だったということで、たまにね、こうやって遊びに行くんですけど、大阪に遊びに行っても、毎回ね、これシャローム、1年に1回しか行けないんですけどね、毎回楽しませていただいております。で、大阪行ったついでにですね、僕行ってみたかったお店がずっとあって、スミレスポーツさん行ってみたかったんですよね。で、スミレスポーツさんはね、茨城駅から徒歩何十分のことかな、歩いたんですけど、そこでね、サムバットのスウェットと、マルチのね、練習用のね、ハーフジップのシャツを買いました。で、スミレスポーツさんは結構ね、海外メーカーの製品をいっぱい取り扱っているので、僕がね、海外製品が好きっていうのもあるので、いつもね、ツイッターの方でチェックしてるんですけど、何よりね、安いんですよね。びっくりするぐらい安いです。なんかね、たまにね、平気で何十パーセントオフとかやってるので、皆さんもね、ぜひね、ツイッターチェックして、これ欲しいなって思うのあったらね、ぜひダイレクトメールとか送って、ぜひ買い物してほしいですね。じゃあ説明欄の方にツイッターの URL 貼りたいと思います。でね、12月中結構いろんなイベントが盛りだくさんありまして、なんせ僕が転職するっていうこともあって、ちょっとね、多めに休みがあったんですよね。なので、こうやって大阪に行ったり、あと次にトライアウト受けましたし、あとちょっと話題になってたね、股割りの指導を受けてきたり、あとはね、次の仕事場への通勤がね、バイクになってしまったので、急いで免許を取りに行ったっていう話があるんですけど、12月16日にですね、カナダの独立リーグのトライアウトがあったんですよ。で、これがね、マリンスタジアムであったんですけど、僕ね、書類受かればいいなーみたいな感じで受けたんですけど、まさかのね、書類通っちゃって、トライアウトをね、受けることになったんですよ。もうね、マリンスタジアムで野球ができるっていうだけで、本当にハッピーだったんですけど、せっかくだから結果残したいなって思ってたんですよ。結果的には、3打席勝負して、ファーストゴロとフォアボールが2個っていう感じでね、最低限の結果を残したみたいな感じになったんですけど、多分、ダメそうですね。で、僕がちょっと自慢したいのは、トライアウトを受かった方が、スバルに所属していた選手なんですけど、僕ね、その選手と対戦してるんですよ。で、なんとね、フォアボールちゃんと勝ち取ってるんですよ。なんでね、ぜひ、僕も連れてってほしいなって、すごい思ってます。でね、本当にね、すんごいいいピッチャーでしたね。投げる瞬間に、ロジンの粉がね、ファ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 ってなってて、すごいね、出どころが見づらかったっていうのもありますし、すんげえ球速えって思ったんですけど、もう本当にいいピッチャーだったので、対戦も楽しかったですし、多分ですね、僕その瞬間にゾーンにちょっと入ってたと思うんですよね。打席に立ってる時に自分の呼吸の声が一番大きく聞こえてきたんですよ。鼻から吸って口から吐いてみたいなのがスーハースーハー聞こえてて、球はね本当にめちゃくちゃ速くて、うわいいピッチャーだなって思ったんですけど、空振りはしたものの、すごいボールは見えていたっていうのを思い出しますね。多分あれはゾーンだったと思います。もう感動しました。僕もまた感覚を味わいたいなって思いましたね。という感じでね、すごい楽しくトライアウト参加してきたんですけど、まさかのねお土産がもらえて、フランクリンのね T シャツもらえたのと、あとね、カナダのニット帽もらいました。これね、なかなか使いどころが難しいんですけど、ちょっと今、飾ってますね。で、次にお話ししたいのが、股割り指導を受けてきたってことなんですけど、これね、最近ツイッターでも話題に少しなってるんですよね。岩松さんっていう方が、整骨院の方かな、整骨院で働いてる方なんですけど、僕はもう、本当に体、股関節だけはすごい硬くて、なんとかギリギリ手をつくぐらいだったんですけど、もうそちらでお世話になった時には、もう、肘がつくぐらいになったんですよ。じゃあ岩松さんのツイッターもぜひ載せておくので気になる方は見てほしいんですけど、いろんな選手の方が来てて、プロの選手も来ていたんですよね。で、みんな股割り指導受けた後はもうすごい肘までつくとかで、このドリルとかがあるんですけど、そのドリルをしっかりこなせば最短で3日でおでこがつくようになるみたいなね。一応ね、僕も毎日今続けてるんですけど、あともう少しでおでこつくなみたいなぐらい柔らかくなってます。あれね、股関節柔らかいのってすごい大事なことだと思うので、皆さんもねぜひ興味がありましたら行ってほしいなっていう、おすすめできる内容でした。で、最後にね、バイクの免許についてちょっとお話しさせていただきたいんですけど、本当にね、最後の今年の卒業検定の日にギリギリ受かって、ようやくね免許を取ることができました。これでもしもね、来年に持ち越しってなってたら、ちょっとね最初の方の通勤が自転車になってたので、本当にねしっかり免許取れてよかったなって思いましたね。もうバイクとか先にもう全部ね納車してたんですよ。なんですけど免許だけないっていう状態になってて、ちょっとバズってる曲みたいになってましたね。で、まさかね自分がそういう状況になるとは思いませんでしたね。なのでね、せっかくなんで今度
バイクの乗ってバッティングセンターに行くような動画も撮りたいなと思っております。ということで、ね、今月あったことねベラベラ喋らせていただいたんですけど、今年も終わりということでありがとうございました。また来年も細々と動画上げていきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。それではさよなら。